欧州4大リーグ初の日本人監督誕生の期待大、長谷部誠、フランクフルト U21 コーチ就任か。ここ数年は、シーズン終盤に現役続行の意思を表明してきた長谷部だが、今季はまだ自身の去就について明らかにしていない。そうした中、ドイツシビルドはフランクフルトの首脳陣が近々長谷部と同選手の将来に関する協議の場を設け、そこでフランクフルトのサテライトチーム U21 のコーチ就任を提案するだろうと伝えている。長谷部は数年前にドイツの指導者ライセンスを取得していることから、現役引退後に指導者になるのは間違いないと見られている。今季終了後に退任する同チームのクリスティアン・グリゴ監督の後任はまだ未定となっているが、フランクフルトとしては新監督を支える参謀役を長谷部に依頼したいようだ。現役を続けてほしいけど、指導者としてもかなり期待している。今最も欧州で監督になれる可能性が高い日本人。人徳もあるしリーダーシップも取れるし言語も問題ない。ヨーロッパでの経験のある代表監督を見たい。目に見えて腐敗が進んでいる日本の協会の風通しを変えれる唯一無二な存在だと思う。早く指導者の道へ進んでくれー。ワールドクラスの指導者が出てきたら本当の強豪になれる。欧州4大リーグ初の日本人監督の誕生を期待してならない。まず日本人初の5大リーグトップチームの監督だね。間髪なく欧州での指導者の椅子をめぐる戦いに挑んでほしい。長谷部は影響を受けた監督として岡田、ザック、キド、マガト、コバチを挙げている。いずれも名将。コーチ就任も込みでの5年契約じゃなかったか？それはともかく、あと1年現役続けてほしいね。どちらもニーズがあるのがすごい。シャビアロンソのようになってくれるのではないかと期待している。ついに長谷部の第2章が始まるのか。当チャンネルは小ネタやネット反応集の他にもゆっくり解説動画でサッカー解説もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。